じゃん。どうも、ひかりまんです。今回は、ディーディーの新情報、解禁！解禁！はい、というわけで、ネットにばらまかれております。ディーディーの配送量の計算についてばらまかれてるんで、ちょっとそれを見ながら、無断でそれを、やっていきたいと思います。さあ、ディーディーっていうのはね、Uber Eats っぽいやつが海外からまた来るということで、まあ、昔はオネストビーとかありましたけど、まあ、今ね、撤退しちゃって、まあ、Uber 一強だとね、どんどん配送料下げられていいようにされちゃうんで、もうちょっと僕はね、ディーディーに期待をしているんですけど、まあ、お互いこう、競り合って、ちょっとね、配達を取り合ってくれれば、まあ、配達員のね、売り上げも上がるんじゃないかということで、そのディーディー、まあ、ウーバーイーツと比べて配達料はどんなもんだったかということでやっていきましょう。配達料の計算について。配達料はどのように計算されますか？配達料は受け取り料金、受け渡し料金、距離加算費、サービス手数料から成り立ちます。1番、受け取り料金。これは200円。店舗にて料理を受け取る際に発生します。1回の配達に複数の注文がある場合、受け取り場所に関わらず、それぞれ受け渡し料金が発生します。だからダブル配達とかあるってことですかね。だからダブルの時は200円 ×2、400円がもらえると。その場で確定。2番、受け渡し料金。これ100円ですね。お客様に料理を渡した際に発生します。1回の配達に複数の注文がある場合、受け渡し場所に関わらず、それぞれ受け渡し料金が発生します。だから同じお客さんが2回注文したとしても、これ2回もらえると。場所に関わらずなので。だからダブルだったら、受け取り料金と受け渡し料金、これ足して600円なんで、600円は確定ということですね、ダブルは。で、3番、距離加算費。受け取り距離加算費40円、括弧キロ。注文受付現在地から店舗までの距離が支払い対象。ここが、一番 Uber とは違うところですね。注文が、なりました。マックですってなって、こっからマックまでのピックのこの距離も支払われると。ウーバーイーツは目の前の店だろうが、3キロ先だろうが一緒ですから0円で。だからここがね、ちょっと違うところですね。なったところからお店までも支払われると。1キロ40円。そして受け渡し距離加算費。まあこれはまあウーバーと一緒で、お店からお客さんのところまでね。これも40円ですと。で1回の配達に発生する距離加算費は、合計距離が計上され、単なる注文の重複ルートはダブルカウントされません。1回の配達に発生する距離加算費は、合計距離が計上され、単なる注文の重複ルートはダブルカウントされません。あ、ダブルとかの時に、最初1年目とか Uber はそうだったんですけど、このお店行ってダブル配達受けて、受け取って、A 地点に配達して B 地点に配達すると。なんか二重でもらえてたんですよね。お店から A までが1キロ。A から B までが1キロだったとしたら、今だったらこの1キロ1キロ2キロ分しかもらえないと思うんですけど、昔はね、なぜかわかんないけど、重複してもらえてたんだから、1キロ分もらえて、で、この1キロだけじゃなくて、1、2、3。だから3キロ分ぐらいもらえてたんですよね。だから結構ダブルは美味しいっつってみんなやってたんですけど、今はもうただの直線ルートだけなんで。だからこれも直線ルートだけですよってことですかね。おそらく。肛門マーク。肛門マークで、ディーディーが波通りに計算した距離であり、実際の走行距離ではありません。まあ、ウーバーも最初そうだった。なんかコロコロ変わってるんですけど、最短ルートしかもらえないっていうね。まあ、ディーディーも最短ルートしかこれもらえないって書いてありますね。ナビの最短ルート。だから道知ってる人とかもうこっちの方が早くて、ちょっと遠回りしたとしても、遠回り分の料金はもらえないと。まあ、どんなに遠回りしても最短ルートの金額しかもらえませんよってことですかね。はい。4番、サービス手数料。これはちょっとわかんないですね。配達員が安心して安定的な配達ができるように、20年7月末までのサービス手数料は無料に設定いたします。サービスを維持していく中で、必要に応じてサービス手数料を調節することもあります。あ、その際、配達員の皆さん事前に連絡させるもの、注文が多い場合、対象エリアで配達料プラスに設定することがありますと。ああ、そういうことね。まあ、そうか。手数料って、まあ、配達員側から引かれる料金ですかね。うん、だからまあ、7月までは、まあ、ちょっと配達員、増やすために、これはもう、まあ、配達員からはこれ以上取りませんっていう感じですかね。うん、だから7月以降はちょっとサービス手数料がこうかかって、10% とかかかっちゃったら、10% 分は、DD の方に持っていかれるという感じですね。はい、そういう感じです。
ってことは、で、これをね、なんか表にしてくれてる人がいて、まあ、1キロ運んだ時ね、今、Uber Eats では405円です。Didi では340円。65円マイナス。まあ、これはね、お店からお客さんのところまでだけなんで。だから、1キロ先から呼ばれたらとしたら、プラス、ここに40円入るんで、380円。まあ、だとしても、そんな別に高くねえなっていうね、感じですよね。まあ、ノンブーだったら。まあ、DD になんかブースト制とかがあるのかわかんないけど、何にもこの倍率かかってない状態だったら、Uber Eats の方がいいかなと。まあ、絶対インセンティブとかついてくると思うんですけどね、最初は。だからそれプラスすれば全然多分 Uber より、最初の数ヶ月は多分 DD やってた方がいいと思いますよ。配達にボーナスはありますか？必要に応じていろいろなボーナスプランを準備中です。ここですね。一番重要、ここが。DD はサービス手数料を取りますか？配達員が安心して安定的な配達ができるように2020年7月末までサービス手数料は無料に設定いたします。はい。っていう感じですね。あと、配達用のバッグはどこでももらえますか？配達用バッグは DD フードより貸し出しをしています。書類審査完了後、DD フードにより電話メールにて連絡します。その後、配達用バッグを貸し出しについて説明いたしますと。配達用のバッグはお金かかりますが、貸し出す際の預かり金は4000円。今の Uber と同じですかね、4000円は。預かり金の支払いは不要で、貸し出しが確定した際にアカウントより4000円の持ち出しを記録させていただくのみです。DD から配達員の配達料を支払う際に、持ち出しとの差額を差し引いた額が支払われます。まあ、だからデポジットですね、完全に一緒ですね。配達用バッグが不要になった場合、DD を、まあ、辞めるときね、まあ、バッグを返却していただくと、預かり金4000円は返金されますと。まあ、ここら辺は一緒ですね。だから、まあ、料金体制的には、まあ、ほぼ、Uber と同じ、まあ、ノンブーの状態だと Uber とほぼ同じなんで、あ、でも、1キロ以上はどうなんだろう。例えば、じゃあ5キロ。5キロ今、Uber でノンブーで運んだら621円。DD では500円。500円。開店前の Uber だと5キロ運ぶと793円。しかもノンブーですよ。今の621円。DD500 円。え ?500 円か。5キロで500円。1キロ100円ぐらい。だから、まあ、ここにピック料金も入るから。だとしても、ですよね。だとしても。まあ、最初はそんな加盟店そんなないから、遠くから呼ばれることあんのかな？なさそうだな。まずエリアもまず狭いだろうし、そんな遠くから呼ばれることはそんなないと思うから、まあだからインセンティブ目当てですよね。インセンティブはどれだけ出るのかっていうところが、やるかやらないか、ちょっと見極めですかね。で、専業でやってる人とかは、まあもちろんね、これ同時でオンラインにしてっていうのは、やる人いると思うんですけど、今の状態で Uber 専業でやってる人が同時でやっちゃうと、またぎとかクリアできなくなっちゃうんで、それクリアできないと相当多分ね、売り上げ落ちちゃうんで、だからそれどっちを取るかですね、もう。DD も完全捨てて Uber 一本で、ね、やった方がいい可能性もあるし、DD のインセンティブがめっちゃ良かったらもうそっちやった方がいい可能性もあるし、まあ、インセンティブ次第。まあ、ちなみに Uber Eats の、初期3年半ぐらい前ですね、東京に上陸して、1週間ぐらい僕らスタートしてたんですけど、その時にあったインセンティブは1日10件配達で1万円インセンティブ出てましたね。で、普通に1回配達するだけで最低でも1000円ぐらいはもらえてたんで、まあ、そう考えるとこんな高額なインセンティブは出ねえだろうなっていう、だってもともとが301件で1キロ配達して300、400円ぐらいでしょ。そう考えるとウーバーバブルやばかったなって思いましたね。1日10件配達するだけでプラス1万だろ。まあ、ただもちろん注文者もねめちゃくちゃ少なかったんで認知度も全然なかったんで、本当に1時間2時間に1件なるかならないかみたいな、そんな感じだったので、1日10件楽だろうみたいに思ってる人いるかもしれないけど、まあ、ならないんで達成僕はしたことないですね。で、あとあったのは、昼ピーク10時半からまあ2時ぐらいまでかな、その間に5件配達すればプラス5000円みたいな、そういうのもありましたね。それはかろうじてギリギリ1
回だけクリアしたことあるんですけど、それでもギリギリっていうのはあったんで、まあそう考えるとちょっと相当インセンティブで DD 頑張んねえと、Uber は抜けねえぞっていう感じです。はい。以上。以上。